皆さん、こんにちは、ひろきです。いかがお過ごしでしょうか私は元気にさせていただいております。えー、今回はですね、あのー、また、新たなコラボかパートナーをご紹介するという企画でございます。はい、お隣にいらっしゃるのが、しゅんさんです。しゅんさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 まあこれからちょっと話はするんですけれどもこれから語り合うんですけれどもあの2人ともお酒を用意してきてますんでまずは乾杯から先に始めたいと思います <laughs> はいそれではしゅんさん乾杯乾杯はいいただきますあ美味しいあこれはビールです一番搾りの超芳醇っていうやつですね、えー えはい、スーパーチューハイってやつです。スーパーチューハイ何がスーパーなんですかなんか糖質ゼロ、プリン体ゼロっていう風な,な。なるほどなるほど。糖類ゼロ、プリン体ゼロ。いいですね。今、ダイエット中なんですか <laughs> いや、そういうわけじゃないですけど、はい、まあ、でもない方がいいでしょうね。まあ、そうですよね。 うん、僕気にせず美味しさ優先しちゃってますけど <laughs> 一応ダイエット中なんですけどね、はいうん、一応減らしていってますはいんとか、はい、あのですね皆さんあのしゅんさんと私はですねあのジモティというまあ知ってる人には超有名な掲示板あの 売りたい、買いたいとか、メンバー募集とか、ボランティア募集とか、とにかく人と人とがやり取りをして、あの、しかも都道府県で、こう、あの、分けることができ、選ぶことができるんですよ。募集地域とかを。はい。それで、あの、人と人とが出会う。仲間を作る。組織を作る。いろいろ、まあ、売り買いをする。いらないものを売ったりする。買う人がいる。 そういうサイトがあるんですけれども、うん、私はまあ、暇人なものですから、<laughs> ジモティーを愛用しておりまして、ジモティーの株まで持っているという、はいえー、そうなんですよ。えー、はい。ジモティ、なんか <laughs> 最近活発的に使うようになったんですけど、いいですよね。いいですよね。はい。うん、なんか<う>、福岡から東京の方に引っ越さなきゃいけないんで、はい。なんかもう家具とか人と、はい、 持ってくるよりはもうこっちで売って、新しいの買おうかなと思って、はいうん、洗濯機をですね、とりあえず、あと2000円で売りますって言って、はい、4年間ぐらい持ってる洗濯機なんですけど、はい、もうなんかリサイクルショップにね、引き取ってもらうのもちょっとお金かかるし、ねはい、そうですよ、ね、2000円で取りに来てくれる方、あの、売りますみたいな感じの投稿したらもう、 50人くらい、五十人くらいからメール来て。<laughs> ええー、そうなんですか。うん。ああ、便利ですね、はい、やっぱりね。<も>はい、全然良くないのに、ノーブランドの、ね、ハイセンスだったっけハイセンスかなんかの、あ<ー>重ない洗濯機なのに、はい、50人くらいから欲しいっていうのが来る。 へそうなんですね。そういうのって、業者さんとかもいらっしゃるんですかね、うん、もしかして。多分いるんじゃないですか。ねそうかもしれないですね、うん、もしかしたら。いずれにも売れるっていうのはいいことですよね。うん。同じ業者さんでも頼みに行ったらお金を支払わなければいけないのに、うん、地元に出したら逆にお金がもらえるという。そうそうそう。<laughs> はい。初めて使いました。今日も、なんか、 何年か前に買ったやつがあって、何なってたっけな。あの、ブラックキャップっていうゴキブリの、はい、あの。ありますね。うん、ブラックてますよ。そう、買って、そのまま使ってなかったんですよね。はい,はい、はい。で、引っ越しだからもうちょっといらないなと思って。はい。なんか、 屋外用と室内用のブラックキャップ持ってたから、はい、セットで800円で売りますってやったら変なおばあちゃんが買ってくれました今日おばあちゃんですか、はいうん、おばあちゃんもジモティ使ってるんですかおばあちゃんもジモティ使ってましたすごいですねジモティ結構広まってますね、うん、いや株価は下がってるんですけどね <laughs> あああの短期で見ればですよ長期で見れば私は上がると思ってるんで えー、はい。結構いろいろメンバー募集とかしてる人にちょいちょいいろいろとこう知り合った人に聞くと、うん、もうジョーティーしかないんだよねっていうふうにおっしゃる方が多いんで、うん、これはなんかちょっと価格込むと似たような感じになってきたぞっていうふうに思います。最初の価格込む。<ー>あれも後発組が出るのが遅かったんで結局先行者利益で。 こう、今、もう超有名ブランドになってるじゃないですか。うんうん。はい。他にも似たようなサイトあるのに。うん,うん。もうあまりにも先行してるんで。はい。ジムティもそうなってほしいなと思って、一応ちょっとだけ持ってるんですよね。う、は、ん、いえー。アメリカに似たようなサービスありますよね。あ、そうなんですか。うん、えぇ、ー。ベイグスリストってやつ。あ、そうなんですか。じゃあそこが来ないうちに、ジムティが拡大していけばいいですね。 うん、いやクレイグスリストはですね、結構前からあるんですよ。うん、あ、そうなんですかうん、1990年代ぐらいからかな。うん。そう。今もあるんだけど、はい、うん。めっちゃくちゃサイトのデザインが、しょうもないやつ、うん。あ、そうなんですかなんだけど、すごいみたいな、なんか、最近までもう、なんだったっけな、アクセス数みたいなのが、 いろんなサイトの中で世界第何位とかなんかそんな感じです。ごいですね。2チャンネルみたいですね、まるで。さっきしょうもないのにアクセスすごいっていう意味では。え <laughs> え、チャンネル従業員が何十人ぐらいしかいない。はい、ああ、やっぱりやっぱり。は <laughs> いはいはいはいや。何十人くらいしかいないんだけど、はい。中で何十億ドルって稼いでるから、はい。 人数あたりの利益率みたいなのがものすごいっていううな。でしょうね。うん。はい。いい, <laughs> いいですね。はい。ええー、まあ、そんなジモティなんですけれども、はい。そのジモティでですね、俊さんは、うん、あの、うん、ポッドキャストのお相手募集っていうのをされてたんですよね。そうですね。はい。し話し相手。うん それで、そこに私が応募しまして、はい。私、それやりたいですと、はい。<ら>応募しまして、はい。で、その応募の面接、ズーム、このズーム、このズームを使ってやったんですけれども、はい、そのズームの面接で、いや、実は私、YouTube をやっておりまして、代わりに YouTube に出ていただくこととかってできませんかって思う。<laughs> <laughs> バーター取引みたいなことをしてですね、しゅうん、さんにご快諾いただいたという次第なんですね。はい。で、ポッドキャストの方はですね、あの、実はですね、しゅうん、さん、今、福岡にお住まいなんでしたっけそうです。で、今ですね、まあ、ちっちゃな、ちっちゃな人生の転機を迎えようとされてるんですよね。そうですね。はい。住む場所、職業、 同時に変わるっていう。はい。<laughs> まあ、これはちょっとしたね。ちょっとした人生の転機ですよね。その住む人ってもう隣の県とかじゃないんでね。んうん。福岡から東京。まあ、前も一応何年かは住んでたんで。ああ、確かに。はい。なって感じ。はい。知らない土地ではないですね。確かに。はい。はい、ただまあ、遠くに。うん まあまあ東京に、東京の人から見れば戻ってくるという期間ということで、<laughs> はい、職業も変わってで、ワークスタイルも変わるんですよね。ワークスタイルもそうですね、今は、ま、テレワーク主流、テレワーク中心なんだけど、ま、次の会社はテレワークが一応ない,い、はいで。そこをしゅんさんは魅力と感じられたということで。 まあ、まあ、魅力なのかな。<laughs> そうですね、はいはい。はい。そういうことですよね。はい、確かにあの、テレワークがきつい、メンタルがやられるっていう方は結構いらっしゃるみたいですね。私の知人でもいます。うん、はい、いました。うん、いましたというか、そういう状態でした、その人は。<ー>はい、ずーっと人と会わないっていうのが辛いっていう。ああ、あるかもしれないですね。 はい、まあ、うん、そんなこんななんですが、はい、ちょっと、あの、今現在のお,お話も伺ってみたいんですけれども、はい。あの、もう7月1日ですよね、今日、はい、はい。あの、8月何日からあの入社なんですか ?8 月1日からです。あそうですか。はい。あの、今の会社はいつお勤めになるんですか、はい 一応7月31日付で辞めることにはなってるんですけど、はい、もう最終出社が7月10日。あそうなんですね。はい、はい。ではもう退職願いも出されたと。はい。あもう円満ですね。いいですね。え、円満じゃないんですか <laughs> あ円満といえば円満なんだけど。<laughs> はい。別に殴り合いの喧嘩はしてないですよね。<laughs> まあ、殴り合いではないですね。はい。<laughs> もうこれ以上聞かない方がいいみたいな感じになってきましたけど。いやーいや、殴り合いじゃないけどって感じ。お、はい、<laughs> なんでやめんだよみたいな感じですかいや、そんな感じにならなかったですね。あ、そうですかうん。まあ、こっちがちょっとね、はい、もう身が持たないからやめますって。ああ。 で、向こうが、ちょっと、やめてほしくないから一週間考えて,って、給料のことも少し考えるからっていうふうに言われたんだけど。給料はい。うがん理由は給料だというふうにお考えになられたということですかね、上司の方は。まあそういうのもあるんですかね。はあ、あんまり、あの、モチベーションが 上がる要素っていうのが最近全然なかったから、はい、そんな中であの、転職、今の会社に転職するときに、はい、なんか給与体系、はい、給与の仕組みっていうとこに乗っかった場合に、はい、あんまり自分にとってはあまその給与っていうのがよくなくて、はい、だから入社迷ってたんですよね。そいに あのじゃあちょっと分かりましたって言って、あのその特別措置として、はい、あの転職してもらうために手当てつけますみたいな。おーみ措置があって、今の会社に入社するときに、はいで。で、それが、まあ、その手当てついた状態で、何年か働いたんですけど、はい、あの何年かや,やった、何年か働いたの機会に、 ちょっとぼちぼちこの手当、少しずつ削っていくっていうふうな方向にしたいと思いますっていうふうに。あ、なるほど。ね、はい。で、その下がる分昇給すれば、給料下がらないんで頑張ってくださいみたいな感じに。またうていこと。なって、そう、だから評価が良くて昇給しても行ってこいでチャラみたいな感じに。はい、はい。なるみたいな。はい。で、 あの、自分がちょっと辞めるみたいな気配出したときに。はい。あ、それいつごとですかもう、今年の4月とか5月とかですかね。はい、はい、はい。数ヶ月前。はい、に、ちょっと辞めそうな雰囲気出してたときに、あの、その、手当を削っていくっていうのを、はい。辞めるんで、はい。みたいな感じに。なんか、反応早い、反応早いっていうか、敏感ですね。上の方も。 まあもうなんか、自分が結構もうどうでもいいよみたいな感じの雰囲気になってたからかな。ああ、そうなんですか。もう丸出しだったんですか。多分。はい、あ。なんかどうでもいい。なんかお客さんが困ってるとか、お客さんが怒ってるとか、お客さんからクレームが来てるとか、バグが出てるとか言われてもの。はい、正直どうでもいいみたいな感じの。ああ、そうですか。本音が結構。 はい。雰囲気から出てたらし、出てたらしくて。はい。目がず、いつも死んでたんで。はい。それはちょっと、どっちにとっても良くないですね。会社にとっても、しゅ、うんさんにとっても良くない。そうですね。はい。うん、だからかな。はい。<laughs> なるほど。じゃあ、いい決断だったんじゃないですかねえ。 まあそうですね。なんか本当にストレス溜まってたときは、はい、なんだろうな、なんかドンキの外国人店員が、なかなかこっちの言ってることがわかんなかったときに、すっごいイライラして、なんか怒鳴りつけたりしたことがあって、はい。ああ、なんか今までそんなことしたことなかったのになと思って。はいはいはい。自分でもびっくりっ。そうそう。 いや、なんかもう性格にも影響が出てきてるなと思って。はいはいはい。それいっあれですよ。<ん>もしその時点で精神科にかかったら何かつきますよ、名前が。か <laughs> もしんないですね。はいはい。もし行けばですけど。はい。<laughs> この時行ってれば。その時行ってればですね。はい。今行ってもなんつかないかもしれないですけど。<laughs> まあだから、急いでやめなきゃいけないと思って。<laughs> はい。 でもちょっと転職活動やろうかなと思ったりしてたんだけど、はい、なんか、職務経歴ちょっと書くのがすっごいめんどくさいなと思って、ずっと後回しにしてたんですけど、はい,はい、いや、もうぼちぼちやんなきゃなと思って、始めてました。はいはい、あ、それはいつ頃だったんですかそれが4月に入ってからですかね。あなるほど、なるほど。うんはい、態度に現れた頃。はい。はい、はい、はい。 いやーもう無理と思って。はい,はいはいはい。もう気持ちは外に行ってたということですね。はい。そうですね。大丈夫かな会社の人聞かないですよね。<laughs> そうですか。聞かれてないといいな。で、え、うん、東京に来られたりとかもしたんですか、うん、東京に来られたりとかもしたんですか面接で。 あえー、とオンライン面接ですか,ですかはい。東京には行ってないですね。あ、オンライン面接とか,試写とかオンラインばっかりあ、そうですか。はい、ええー。全然受けに行くってことが最近なかったんで。あ、そうですか。はい、えー。なるほど、なるほど。いやけど、転職おめでとうございます。まだ入社はしてないですけど、内定。はい。 ね、ブラックかのような企業からも抜け出せて、はい、<laughs> いいことばかりじゃないですか。まあ、そうですねところで話は変わりますが、ポ、はい、ッドキャストは、いつぐらいからやられてたんですかポッドキャスト今年に入ってからですね あ、そうなんですね。じゃあまだ日が浅いというか、一年は経ってないんですね。そうですね。はい,はい、はい。あんまりまだできてないですね。あはいはい、はい、はい。何をきっかけに、ポッドキャストをやろうということになったんですかなんだったっけな、あのー、ノートってあるじゃないですか。はい,はい、はい。ノートっていう、なんかいろいろ文章とか書いて、はい、みたいなやつにい、はい,、ま、あい今、1月あたりから、 去年からかな、はい、去年4月あたりからいろいろ書いてて。はい、で、それで、あのまあ、読者を増やすにはみたいな感じの研究とかもしてたんですよね。はい、ノートって、それで、なんかそういうふうな、まあ、攻略みたいな感じの記事見てるとあの、ポッドキャストと一緒に連携するといいよみたいな。 ああ、はい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 、はい。ことが書いてあって、はい、デスタフっていうスタンド FM っていうのがいいよって、ねはい、紹介されてて、はい。じゃあ、スタンド FM 始めてみるかって言って、はい。ま、ポッドキャストのアプリなんですけど、スタンド FM って。はい、はい。で、それでいろいろ話してみるっていうで、やってみました。はい。どんなこと話されてるんですか今までは。 ええ、もう、しょうもない話。はい。しょうもない話。まあ、な結構、本当にくだらない話とか。え、本当にくだらないってど、ど、どのぐらいですか <laughs> いや、たえー、例えば、例えば。下の話とか、え下の話とか。下ネタってことですかはい。はいはい。あとは単なる愚痴とか、 今日、なんか街、街で見かけた変な人とか、というい。うな話ですね。あとは、本当にあのノートでいい記事が書けたら、はい。うそれをあの読んだりしてます。あなるほど、なるほど。<き>はいいただきながら。オーディオブックのような。はい、はいはいはい。 なるほど。どのくらいのペースでやられてたんですか一応、毎日やることもあれば、1週間、2週間とか、開くこともありますね。あ、そうなんですね。あけど、サラリーマンやりながら、1日1日やるって、結構ね、すごいですね。うん。なんか、散歩とかよくしてて、あはい、散歩の時に喋りながら歩くみたいな感じのこととかも結構やってますね。ああ、なるほど、なるほど。うん それだと確かに、あの、なんていうか、わざわざ時間を取るっていう感じにはならなくなりますね。はい。はい、ああ、そういうことですか。うん、なるほど。で、ちょっとパートナーがいた方がいいなということになったと。そうですね。なんか、やっぱり、話したいこととかが溢れ出してるような時は、割と話せたりするんですけど、そんなに、 本当に、なんだろうな、仕事だけみたいな時って、はい。話したいことっていうか、話すテーマみたいなこととか、はい。面白いことっていうのがもう全然なくなったりするんですよね。ああ、わかります。私も仕事付けの時にはそうでした。うん、なんかもう自分の中の引き出しとかないとか、はい。はい。はいはい、なんか中身が空っぽとか、なんか、はい。はい、はい、はい。 そういう時に、誰かと一緒に話していると、なんか、お互いに何か生み出しだったりするから、はい。っていうのがある,なあるといいかなと思ったり、あとは、よく聞いてるポッドキャストの人、なんかそこまで面白いことは言ってないんだけど、ついついなんか聞いちゃうみたいな感じの人は、結構2人で雑談みたいな。あ、はい、はい、はい。っいうそうですね。私が聞いてたポッドキャストもそうでしたね。はい。うん なんか、冷静に聞くと、なんかそんなに面白いこと言ってないんだけど、うん、でもなんか、あの、ついつい聞いちゃうみたいな。はい。雰囲気作りができてるってことですよね。聞きやすい。はい。そうです、ね。はい。なると、やっぱり、誰か一緒に話した方がいいのかなと思ったり。はい。なるほど、なるほど。ですね。 そういうことですね。いや私で大丈夫ですかね <laughs> いや、全然大丈夫だと思います。本当ですか <laughs> 全力出して頑張りますんで。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に。いやね私も一応コラボは何名かの方とやったことがあるんですよ。YouTube では。 ああ、なんかやってましたね。はいはい。一応は、はい。フリートークはあんまりやってないですかね。あ、はい、フリートークはやってないんだ。フリートークはやってないですね。私はできるんですけど。あ、一、うん、回だけ、一回だけフリートークやりました。一人と。うん、はい。一、うん、回だけですね。逆に。うーん で、フリートークは増やしたいなと思ってます。はい。あ、そうなんですね。はいす、ね。フリートークは準備に時間がかからないんで、ああ、そうですね。気軽にできるっていうのがいいところだなと思ってまして。はい。うんはい、で、はい、テーマトークの方は、テーマを相手が作ってくれるんですよ。私のたまたまあのコラボしてる方の場合は。ああ、そうなんだ。はい。相手の方がテーマを作ってくれるんで、うん、まあ、 質問というか、はい。そういう、あの、私に投げかける、こう、文言を作ってくれるんですよ。へ<ー>、はい、なので、準備は向こうがしてくれるんで、ああ、そういなので、私は準備はいらないんで、はい。なので、まあ、それは、まあ、それで、そのまま続けていこうと思っているす。<ー>はい。それ以外は、まあ、フリートークをやっていきたいなと思ってますね。 はいう。フリートーク、はい。もちろん、あの、こう、この2人って、こういう話がやっぱり一番得意かな、みたいなのが見えてきたら、うんうん、まあ、それに絞ってやるというのもいいかと思うんですけれども、あまり最初から計画会議みたいなことばっかりやってなくて、やらずに、こう、やりながら作っていく、作り上げていくっていうのも、またそれはそれでいいのかなと思って。そうですね。うん、はい。 そんなくらいの感じで考えてますね。うん。ポッドキャストか、まだ全然、自分のポッドキャストテーマとかなんか、ないですね。はいあ。でもなくていいんじゃないですか雑,、はい、雑談じゃないですけども、<laughs> はい。雑感とでも申しましょうか。<laughs> うん、<laughs> なんか雑感って書くと、なんかいいふうに聞こえますよね。 あれ面白いですよね。いいです、ねはい、でも全然テーマないと思う。私は会社の悪口とか言ってたり下敷きもあったから。ああ、なるほど。会社の悪口と、あと転職活動の誰も興味ない進捗状況とか。はい、いや、転職活動してる人には興味あるんじゃないですかあるといいんですけどね。 はいはいはい。いや、もちろん、その、当たれば、そういう人にたまたま見つけられたら、うんうん、はい。<laughs> そしたら、パッと聞いてみようかなっていう感じになるんじゃないですかそうですかね。はい,はいはい。ったらいいんだけど。はい、そうですね。はいま、うん、あとは今、ポッドキャストって言ってもなんか、スタンド FM で、 はい。スタンド FM ってライブ機能あるじゃないですか。あ、なんかあるみたいですよね。私、詳しくは知らないんですけれども。そう。で、スタンド FM で適当にライブやって、はい、ライブの中でコメント、まあ、チャットみたいなコメントがついて、はいで、それとなんか会話してるだけみたいな感じのことが結構多い。あ,あ,あ、なんかライバーさんみたいですね。そうそうそう。ただなんか、アーカイブとかに残せたり、 そのアーカイブを Spotify とかに Podcast として流したりも一応できるからやってはいるんですけど、はいはい、あの、そのアーカイブの場合コメントとか特に出て、そのコメントとかが残ってるわけじゃなくて、はい、なのでコメントとのだけが残ってて、<ー>後で聞いたらなんか、後で聞いた人なんか意味わかんないみたいな感じになったりすることが多いから、 はい。やっぱり今後は、あのー、ポッドキャストは収録して、まあ、はい。話したいことを決めて、はい。大体は、こんな話するっていうのをちゃんと計画して、はいで。それをちゃんと収録して、はい。詰まったとことかは、はい、ま、適当にちょっと、あんまり詰まってるとことか、ここいらないみたいな感じのとこは全部切って、おぉ でちょっとおしゃれな音楽でもつけて、<おー> <laughs> やっていきたいなとか思ったりするんですよね。そうなんですね。へえーうん、すごいですね。大転換ですね。うん、はい。いや、はい、私の編集スタイルとは全く違いますね。ああ、まあ、そのまま上げてもいける感じだったらまあいいと思うんですけどね。私は無編集なんで。あ いいですね。トイレ行ってるときは無言ですからね。えー、<laughs> ここにここに席が見えたまま。ああまあ。視聴者待つというい私のトイレを待つっいう感じですね。うん <laughs> はい。いんじゃないですか。それはそれま,まあトイレはあんまり少ないですけど多くないですけど、一番多いのはあのー、一人語りっていう番組で、あのビールを取りに行ってきますが多いですね。 ああ。それはすぐ帰ってこれるんですよ。うんうんうん。ちょっともう一本持ってきますとかって言って。<laughs> で、もう、あの、MacBook のマイク使ってるんで、うん、もう MacBook の裏を通るときからもう話し始めて、で、うん、席するみたいな感じでやってますね。えー、あの、こんな感じなんですよ。ビール取りてきますって言って、こうやって、で、取りに行って、ね、うん、もうこの間喋り始めてるんですよ。 でですね、さっきの話なんですけどあのですねもうとんでもないことになってるんですよみたいな感じでこう <laughs> <laughs> これ実演するとこんな感じですはい、えーはい、これでやっちゃってますね、えー、<laughs> 編集なしなんで本当に <laughs> こ,のこの番組もそうなんですよこの番組もあのズームのレコーディングス スタートストップボタンで編集終わりですから。へ、えー、はい。いいっすね。<laughs> <laughs> どうなんでしょうね。<laughs> いいんですかね。うん、まあ、これで、こんな編集で、チャンネル登録者数伸びてるんで。あ、そうなんだ。<laughs> はい、そうなんです。ちょっとずつ伸びてるんですよ。うん、しかも、しょうもないコンテンツばっかりなのに、自己満足な。<laughs> <laughs> いいんじゃないですか、それはそれで。 はい、これこれ誰向けみたいなのとか結構あるんですけど結構見てくださるんですよねはいまあ多分やっぱり孤独な人が多いんじゃないですかああそういうことですかねなんかそういうふうなものの方が親しみやすいみたいなはいはいはいなるほどうん ライブ感もありますけどね、収録もないんですけれども。はい、全然編集してないっていうのがバレバレなんで。はい、いいんじゃないですか、そういうのもはい。私は間も大事だと思ってるんで、あんまりこう、間をカットしまくる編集は好きではないんですよね、実は。ああ、まあそうですね。はい。そうなんですよね。う、は、つ、い、って切れたりするのは嫌ですね。うん そうですねとにかく言葉を連続させとけみたいな感じの編集あるじゃないですか。うん、あれはちょっとなんか、ねそ,そんなことするぐらいだったら、もう間は作っちゃっていいんで、視聴者に2倍速で再生してもらえれば、それでいいかなっていう。はい、<laughs> そうですねいい。はい。はい。日本人だからですかね、なんか間を大切にしたいみたいな。<laughs> ああ、かも、そうかもしんな、ね、い。 はい。なんかあるんですよね。ああ、そうですか。そういうことでパートナーをお探しになられるということですね。まあ、あのー、ちなみに、我々あのシさんのポッドキャストに私が参加するのはですね、シュ、はいえー、さんが、えー、8月に東京に来られてからということになります。はい なので、もう少々お待ちください。はい。一応今、今の、今のところの計画はですね、えー、シュンさんが東京に来られてから、で、転職というか、まあ、入手されますよね。はい、その後、ちょっと、リアルで、リアルであって、ちょっと飲み、はい、の、ちょっと飲んで、食べて、はい、なんてこともしてから、それから、こう、ね、親交を深めてから、あの、収録に臨むとい。そうですね。 ことになってますね。はい、そうですね。はい。そんな感じでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね。楽しみになってきましたね。はい、はい、どういうこと？になるやらはい、<laughs> そうですね。はい、私が株主優待で連れて行きますんで。あ嬉しい。はい、何百円か出してもらうかもしれないですけど。でもう何百円で言ういいんだったら <laughs>。<laughs> 巣鴨にお住まいになるんですよね。まあ一応<私>うん、会社が巣鴨だから、もうあんまり電車乗りたくなくて。はい、東京の電車をすでにご存知ですからね。うん。はい。もうちょっと電車はもう乗りたくないなと思。はい。で、巣鴨に。はい。いいですね。まあ。山手線じゃないですか。そうですね。<laughs> 結構高そうですね。 物件はもう探されてるんですか一応探してるんですけど、内見するのが1日とか1一、はい、日か。11日に行った向こうに行って、運、はい、だけするんで。あ、内見もされるんですね、やっぱり。まあ一応しといた方がいいかなと思って。はい、私は内見する派ですね。うん。内見しないで契約される方がいらっしゃいますよっていうふうに警告を言われるんですけど、あの、不動産屋さんから。 ここ人気物件ですよって言われてるんですけど、うん、それでもいや、内見をせずに契約することはないですって、うん、しっくりと言って、はい、今住んでるところも内見ちゃんとしてから住み始めました、はい、そうですね。ちなみに間取りはどのぐらいにされるんですかなんか2屋やるといいかなと思ってますね。はい。じゃあ 2DK とか。2DK とかちょっと狙ってみようかなって。 そうなんですね。ええー、いいじゃないですか。んかああ、んすごい高そうだけど。おあ、まあ、巣鴨ですからね。うん、ちょっと私には手が出ないですね。私は三 L. D. K. 必要なんで、今三 L. D. K. に住んでるんですけど。三 L. D. K. っていうとですね。え、うん、っと、場所によってはもう。 ちょっと20万ももちろん超えますしっていう感じなんですよ。もちろん超えますしみたいな。あの、洪水のある地域あるじゃないですか。うん、実は私、洪水のある地域に住んでるんですよ。ちょっと急ぎと一<ー>しなきゃいけなかったもんで。まあ、後々話すことになるっていうか、この YouTube ではもうガンガン話してるんで、別に喋っちゃっていいんですけど、うん、離婚をしましてですね、去年でしたっけ、うん、はい、そうです。 去年離婚をしまして、その間に別居をしたんですね。で、別居していた時の家というのが、うん、その元妻の会社の社宅だったんですよ。うんうん、あら。だから早く出ていけ、早く出ていけのコールがもうすごくてですね。急ぎ、新しいところを探さなきゃいけなかったもんで。た、うん、だ私も、 新しい彼女を受け入れられるようなところに住みたかったんで、うん、で子供も欲しかったんで、うん、それ考えると 3LDK が必要だと。ということで 3LDK 探したところ、うん、ちょっと私の予算ではですね、うんあの、その時の予算ではですよ、今の予算はまた変わってるんですけど、うん、その時の予算ではもう洪水地域しかなかったんですよ。 つまり荒川が決壊したら水浸しになるという。ただ、私の住んでる階数は5階なんで、核、うん、が濡れることはないんですよ。停電、まあ、とかが起こりえますよねうん、はい。それは起こりえるんで。まあ、なので、まあ、あまり100%満足してここに住んでるわけではないんですけどもね。うんうん まあその分に値段は安いです。はい、ん<ー>だから巣鴨とかって聞くと、いや、私が巣鴨に 3LDK で住もうとすると、多分30万近くいっちゃうんじゃないかなみたいな。ん<ー>築年数にもよりますよ。ただ今、私、築4年のところに住んでるんですよ。ん<ー>だから築4年とかに住むともう設備がいいじゃないですか。んんだから 築10年だったら高級マンション並みうん、うん、いわゆる分譲マンションを貸し出してるみたいな。そういうところを探さないと見つかんないんですよね、いいところが。お<ー>だからレベル下げなぎで住もうとすると。うんうん、だからもうキッチンとかもデザインルみたいな。 なんか水回りもちょっと古いなみたいなところで我慢して住もうとすれば、もう今の予算で全然巣すがにす住めると思うんですけど、うんはい、なんていうか、人を呼んでね、YouTube の収録とかできるような <laughs> 家に住もうと思うと、ちょっととんでもない金額になっちゃうなと思って、もうちょっと怖がってますね、私は今、はい、引っ越しは。はい まあ一応探してはいるんですけどもね、私の同居に、うん、まあいいところがあったらですね、はい。そうですね。はい。菅も実は洪水地域なんでね、荒川の。はい、ああ<ー>。はい。そうなんですよ。し、はい、かたないですね。そうですね。荒川は本当にもう名前の通りですからね。はい。だからもう、やっぱりもう世田谷とか杉並とか、 あっちの方になっちゃうんですよね。中野とか。ああ<ー>。洪水がないっていうと。はい、そうですね。はい。豊島とか。もう、高いところばっかりなんですよ。<ー>もう、びっくりしちゃうようなところばっかりで。<laughs> <laughs> まあ、大変ですね。はい <laughs> だから、二軒とね、全然大丈夫なんじゃないですか。あまあ、いいところあればですね。そうですね。二 k はどのように使い分けされるんですか一つは寝るところで、一、はい、つは作業するところっていう。あ、なるほど。仕事と睡眠を分けるイメージですか。はい。あ、なるほど、なるほど。はいはい。 とはできれば仕事とご飯食べるとこも分けたいからあはいはいかを2軒ぐらいなってああいいですねダイニングがあるといいですね、うん、はいそうですね,いいねはいダイニングでねあの <laughs> ちょっと気に入った女の人とか呼んで料理とかもらったらいいんじゃないですか。<laughs> まあまあまあ。<laughs> ダメなんですかそれは。それは。連れ込むのはそんなに考えてないですね。連れ込むことは考えてないですか ?2DK なのに。うん、私は 2DK に前住んでたんですけど、もう連れ込むことを考えに考えたレイアウトにしてましたよ。<laughs> いやー、そこまではまだ。 あそうなんですね。そうですか。まあ、そ,その人その人のあ,のあれがありますからね、重要,重要視するところがね、うん、優先順位がありますからね、はいで。早く見つかるといいですね。やっぱり住むところ見つからないと、なかなかあの落ち着かないでしょう。うん、まだちょっと不安ですね。うん、そうですよね。まあ、けど、有給取れてるんでね、うん、はい。なんか、ウィークリーマンションとか借りて、もうこっちに来ちゃってもいいかもしれないですしね。あ、けど、家具があるのか。 うんがあるんですよ。そうそうそう。そうですね。なるほど、なるほど。うん、まあけど、福岡、え、福岡市ですかはい。<え>だったらもう新幹線で来れちゃうじゃないですか。はい、来れちゃいますよ。飛行機でも来れますけど。けど、新幹線だとネット繋がり放題ですからね、うん。はい。私は、あの、東京、福岡間は新幹線派です。あ、そうなんだ。はい。ずっと iPad であの通信できるんで。 あーずっとネットに繋がっていられるんで、もう快適ですね。行、うん、機なんて乗るもんじゃないなと思いますね、東京、福岡間。せっかく新幹線が通ってるんですから。高くなっちゃいますからね。はい、あ、そうなんですか、うん、あそうなんんでですかですかか、うんうん、えー、そうなんですねあ。それは知りませんでした、ね。 あ、そっか。今 LCC がありますもんね。そういうのもありますね。はい。なるほど。じゃあ、ちょっと楽しみですね。これからね。<laughs> はい。ね、次回会えるのは、じゃあ、もう、有給消化期間に入ってからですかそうですね。そうですね。ところ、うん。おそらく。また状況もガラリと変わってるでしょうね。はい。 今はまだ出社されてるんですよね。出社してます。まだ仕事モードですよね。はい。まあもやる気ないですけどね。はい、<laughs> そうなんですね。ええー。まあけどね。まあ、立つという後を濁さずという言葉もありますから。はい、ああ最終日ぐらいは本気出しちゃったらいいんじゃないですか。まあ、もう全然やる気が出ないです。<laughs> しゅーさんって面白い人ですね、本当に <laughs> <laughs> はいいやー、ポッドキャストでも面白い話たくさんしましょうね。はい。よろしくお願いします。ぜひ、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい。じゃあ、また2週間ぐらいに。はい、そうですね。はい。ね、有給期間に入ってからまたお話ししましょう。はい はい。よろしくお願いいたします。はい、はい。では、皆さん、今回の配信は以上となります。また別の配信、はい、次の配信でお会いいたしましょう。しゅんさんもこれから私のコラボパートナー、新たなコラボパートナーとして加わりますので、どうぞごひいきのほどよろしくお願いいたしますはい。それでは、皆様、また。<laughs> さよなら。な